フットボールクルブロリアンブルターニュスッとは、フランスロリアンを本拠地とする、サッカークラブチーム。1926年、サンテテンヌ出身のキュイサ・ールプ人と息子により、現在と同盟のアマチュアクラブとして発足。クラブカラーであるオレンジと黒は、創設時に夫人が着用していた服に由来する。その後暫定的にプロ化した期間はあるものの、1995年に、 本格的にプロチームとなる。1997から98シーズンにディビジョンで2位となり、初めて一部に昇格した。これを機に、スタジアムは大幅な拡張工事が行われ、将来的には2万人以上を収容できる計画となっている。2001から02シーズン、クラブ初のタイトルとなるフランスカップを制覇。フランスリーグカップでも、 決勝進出を果たすなど活躍を見せた一方、リーグでは最下位となり、降格、波乱の一年となった。これにより、翌シーズンは2部に在籍しながら UEFA カップにも出場した。このフランスカップ優勝の際、レミガイアールがピッチに乱入し、選手の振りをしながら走り回ったというハプニングがあった。2006年にリーグアンに最初を浮した。2017年に、 リーグに降格した。中選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。